何すんじゃー飛んだー、最高水のはなったー、きつー。まあ相手もダメージを受けてるということだから濡れちゃったー。そっかー、うわぁ、ちょっとここ、場所替えするか、この。場所替えできねえ。マジかぁ。こいつ場所替え効かねえのかよ。なんだよ、それ。苦しいなぁ。手立てがない。一発で倒せると思うけど。倒せなかった時がきついな。飲んでみよう。ドラゴンソウ。まあいいでしょう。封印されてる。水食らったからか。なるほど。面白いな。こいつの攻撃力なら、全然、勝てるだろう。やった。200ももらえる。お前かよ。最悪だよ。しかもダメージ受けてねえのか、お前。20。いける。ああ、怖かった。とりあえず階段行こう。やってられん。OK。大丈夫。HP 回復してからだな、やっぱ。濡れた巻物が治ってくんないと。いや、もう、うほほやばいわ。やばいやつだよ、ウホホマジで。お前弱いから、好き。やった。でも杖落とすな。あ、もしかして回復の杖か、これ。そういうことか。わかったぞ。お前が落とすってことは回復ってことなんだ、きっと。前もお前が落とした気がするし。大丈夫これ。起きる？うわ。相撲取りみたいなやついる。なんか前転ばされたんだよな。それ考えるとちょっと怖いな。はいよ。ロス行為。はいよ。さて、こいつだな、あとは。いや、厳しいな。あんまいい杖もないし。マジでガチるしかないんだけど。手がない。吹き飛ばさないで。よし。トドの盾。なんだー、アンドゥバか。いや、強いアンドゥバ二十歳。意外と強い。よし。関節攻撃が手に入った。トドの盾。あ、ついに来た。よーし、ようやくか。いらん。呪われてなくて、あ、ちょっと待って待って。装備がなぜか外れてる。なぜだ。あ、今外れたからだ。何言ってんだ俺は。マジで何言ってんかわかんねえ、自分で。水がめがないんだよな。ちょっと待って、これ。入れる、みたいな。見る。入れる。ダメだな。水がれだったらさ。水がめだったらすぐわかるじゃん。大丈夫。そんなに俺攻撃力ないから。あるのか結構俺。結構あるな。ダメだった！まあ半分ならいいか。あ、俺これ回復されるのでは。最悪なんだが。しかもこれ右下行きたくねえ。どうすんだこれ。うわー、やだな。回復されんのか。やっぱそう、そりゃそうだよな。炎上とかだったらもっと危ないしな。まあ一回戻る、下がるか。踏んじゃったねー、やっぱり。ちゃー、マジか。そうなるのはやばいぞ。炎上とか使ってみる。あ、場所替えだな、これ。まずこれを装備します。
まあ大丈夫でしょう。大丈夫でしょう。わあ、ギャー怖い。怖いけどなんとかなった今。大丈夫？みんな死んだ？よかった。あ、大砲で、大砲ないけど、大砲で道作るという手もあるんだな。ルルルル。石が結構強いんだよね。ホタヌキですよ、これは。敵強くなってきたけど、盾も強いから、今回いけないことはないけど、死ぬとこだった。でも、召喚はやめて。欲黄色。いやー、罠踏むなさ。もう水やばいって。水怖いって。やめてって。水がある。全部嫌い。単体なら全然怖くない。あー、ちょっとこれ。飛び越えれるならありか。飛び越えれるなら飛ばしてもらった方がいいんじゃないのか、これ。倒したけど。飛び越えれるなら飛び、だってあそこ踏まないと戻れなくないか、これ。素早さそう。素早さそうあればなんとかなるか。パールの腕はね。ああ、でも、装備解除の罠があるからな。装備してみてもいいかもな。こいつ無視して。起きませんように。場所替えしたいんだけど。なんとかならんかな？この速いの何に使うんだよ。炎上、素早さ。素早さ使って通るか。それとも、ここに落とすように、召喚罠を、作動先に、先んじて作動させるってのは、どうなるんだろう。あんま良くないかな。やってみるか。ガチャ。あら、そうなる。まあまあ。そんなに強くないんじゃない？どうだろう。見切りが強え。見切りがやっぱ強えよ。見切りが強いなあ。この盾強えな、しかし。トドはいいとして。ほら。いやー、こっちも避けられてちっちゃ。世話ないんだよな。よし、じゃあ、パールの、はい。何でしょうか。とりあえずなんか投げてみる。投げる。うん、わからん。通り抜けた気もしないしな。通り抜けなかったよね、別に今。うん。何でしょうかね。なんたら避けかなという感じ。まあ呪われてなかったからまあいいでしょう。草飲んでみよう。ほぐ。萎縮症。あ、そう。まあいいよ。少しぐらい。はい。はい。あんま戦いたくないけど、はい。はい。あら！うわー強い！これは強い！いやー、いやー、終わった！なんてひどい、終わったんだが、これ。あー、終わったかも。ボコボコだよ。なんだ、この状況。どうしよう。素早さそう、とりあえず飲むわ。戦わなきゃよかった、もう。なんともなかった？え？ほんま？ほんまか。やめろや。やめろって。いやもう行っちゃった方がいいな、これ。
やっちゃった、なんで2本、もうバカ、やっちまった、もうもうひどすぎる。腹減り余計みたいだからそれはいいとして、ちょ後ろに行くな。よし倒した。マジでもうフッホがやべえ、悪質すぎる。あぶねえ、もう動きもなんかもうコントローラーがほんと使いづらい、もういつになっても使いづらい、無理このコントローラー。文句を言うようだけれど、いやこれやばいって、睡眠はねやばいって。あらら、もう腹減り余計が、まあでも一生分活躍したわ、腹減り余計ありがとう。うまくいきましたね、やめてね。盾の効果もなくなるのか、あれ。冷静に考えたら、そうだよな。あれ？手放せず。あ、そう。やめなさい。やめなさい。よし。手放せず、やばい。保存。なんかうまいこと場所替えしたいんだけど、無理なんだよね、多分。吹き飛ばししてとか考えたけど、回転はな。来るなら来い、来るなら来い、もう戦おう。あ、来ない。ならよし。おにぎりはやめろ。よし。アイテム落ちるね。あ、これ行き止まりですね。識別しましょうよ。あ、氷あるやん。変化の壺。これはでかい。大きなおにぎりもあるし、入れちゃおっかな。あ、行き止まりじゃなかった。いや、氷使うでしょ。あれ、いなくなった。ああ、そう。そんなに、腹減ってた。手放せないからな、俺。今手放せないからな。水枯れは使うけど。ドラゴンかな、あいつ。あ、2匹来たな。違うっぽいな、なんだろう、あれ。見えねえわ。あ、ドラゴンだったわ。やめて。よし。まあ普通に戦うか。まあパルの腕輪はいいや。20。痛い。なんか落ちた。おお、モノマネ仮面。松の杖。ガッ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 。保存ありがたい。これはありがてえ。うわぁ、なんかいっぱい来てた。とりあえず、鈍足にして。その人のことを。ちょっと待って。鈍足にして。あとは普通にいいから、普通に戦いましょう。いや、この状態で麻痺されたりするとやばいんだよな、これ。はい。はい。あー、やったー、やべえ、殺される。殺される。シャレにならん。次2発込んでくるじゃん。しかも終わったかもしれん。あ、どうすんだ俺、これ吹き飛ばししかなくねえか。危な。危な。いや、マジで、舐めない方がいいな、あいつ。シャレにならん。
ふぅ。危ないところだった。死ぬとこだった。これなんだろう。うわ、記憶つだ！バカ！そういう杖ありましたね。引き。やっちまいました。また大ピンチになりました。吹き飛ばしもうないかもしんないのに。いや、もうでも一発で死ぬだろう。頼む、死んでくれ。ちょっと待って。考えよう。その前に考えよう。音切りするとかあるかもしれん。火炎草あるわ。もう使おう、俺。使わずに死んだら嫌だ。ダン。ほんで？なんとかしよう。あとは。変化になんかいろいろ入れたりしたいけど。ちょっと待って。どうすべきだ、これ。左から来るかもしれない。右行こう！部屋で回復しよう。いやー、できてるかもなー。もうそうなったら仕方ないだろ。よし。なんとかなった。助かったぞ。まったくこれだから。来んな。ワープすんぞ、俺。ワープした方がいいかなー。変化に入れよう、とりあえずこれ。なんだその変化の仕方。ダメだよ、そんな変な変な仕方したら。とりあえず飛ぶか。飛びたくねえ。正直。飛びたくねえな、戦いたいな。この杖の、使えねえな、杖が。いや、飛ぶか。飛びます。よし。ここだと杖振られるから。いやー、助かりましたね。もう、きついな。パオーンやばいわ。パオパオ。やば。パオパオやば。怖っ。なんもね。なんもね。また踏むのか。いや、やばいってこれ。あう！そっちから？どうしてそっちから現れられるんだ、お前。部屋に湧くわけじゃないのか。部屋に湧かないこともあんのか、モンスターって。よっしゃ。避けれるから、通常攻撃得意なやつは怖くない。腹減り受けあるよ。腹減り受けあるよ。さ。次来てえわ。正直。地雷。おーん。ああ、びっくりした。めっちゃびっくりする。びっくりするやん、めっちゃ。それだと、回復しないのかな。あ、それでも回復するわ。炎の息でも回復するのか。偉いね。やった、ついに音切り草が手に入ったぞ。これはありがてえ。そして識別ときたもんだ。これ腹減り余計な。腹。腹余計。いや、言うよ。そうな、おにぎりでも入れとくか。見る。いやー、22階まで来ましたね、しかし。なんだかんだ。あいつ倒すか。強いけど。はい。いや、強いね、ほんと、それ。やめてね、それ。二人来たら死ぬから、マジで。君も強いね。いやー。攻撃は避けれるんだけどな。やめろ。えい。うわあ、めっちゃいる。ドラゴン？どうしよう。どうしよう。炎上使ってもいいかも。あー、爆破使ってもいいかも。いやー、これやばいって。やばいな。毎回やばいんだが。
パオパオか、あれ。やばいな。めちゃめちゃやべえじゃん。どうすんだよ。ひどいぞ、ここ。右にも逃げられんな、これじゃ。いや、逃げれるか。右、右、右で、下だな、これ。右。あら、みんな起きちゃった。やめてね、マジで。いや、マジでやめて。でも、下行けば、なんとか。よし。あとは、ここからなんとか。まあ、1対1なら、いけるという考えのもと、戦うか。はい。あら。ありがたいこと。ありがたくなかった、あんまり。腹よけー。ちょ、当たってんじゃねえよ。ちょ、当たりまくってんだが。やめなさい。マジ強えな、こいつ。いや、もう、信じられねえほど強いんだが。勝てねえ。なんという強さ。いや、もうマジ炎上とか使えばよかった。爆破とか。わからん。いや、もう、あんなことになるのか。ちょっと、鈍速で麻痺になると、2分の1の6回行動できないとか、そんな感じなの？なんかめちゃめちゃ今行動できなかったんだけど。よくわからん。よくわからんけど、パオパオはとにかくぶっ殺されるっていうことを、まあみんなも多分思い知ってるんだろうな。すげえコメントであるもんな。パオパオやばいよっていう。はぁ。2発で殺せないとまずきついかなっていう感じ？イメージ的には。いやーきつかった。あとなんであんなに最後当たりまくったんだろう。まあそっか、麻痺ってると絶対に当たるのか。見切りついてても。ああ、そういうことか。ちょっとそこの考えが足りなかったな。もっと避けるだろうって思っちゃったわ。そっかそっか。反省反省。麻痺は避けれないと。確定で当たるというのをね、前のガガンでも思い知ったはずだったんだけど、ちょっと、そこはちょっと、認識のズレがありました。はい。うん。ああ、お疲れ。